今週のフィットネスニュースです。フリーコメンテーターののどかです。それ以外の清水です。まずはじめに、今氷水プールが人気です。世界中からフィットネスの最新情報を集めたワールドフィットネスニュース。今回はオーストリアのヒンタートゥークス、極寒なのに人気沸騰中のアイススイミングに関する話題をお届け。冷たいは快楽に、効能たっぷり極寒睡眠、泳ぐのは水温0度を下回り、爪先が触れただけでも凍えてしまうそうな氷水のプール、これが癖になるんだよと笑うのはオーストラリア人のヨーゼフ・ケーベルさん。彼はアイススイミングのレースで次々と記録を打ってきたアスリートだ。2020年には氷の詰まった水槽に水着だけ着て入り、氷漬け状態を保ち続けると過酷な世界記録にも挑戦した。そんな氷を愛するヨーゼフさんによれば、極寒睡眠で不快なのは最初だけ、体が冷たい水に徐々に順応し、やがて心地よくなっていくのだ。代謝が上がるだけでなく、心血管疾患やリウマチ性疾患の予防など多くの効果が期待できると思う。そのためチェロル地方の氷河エリアヒンタートックスで開催するワークショップは毎回盛況。アイススイミングの極意を求める人たちに苦いを見せている。ターザンに、はい、なんかすごいですね。寒いデートしたの。でもあれですか、青森出身の方ですか。いやー、青森の温泉の温度ご存知ですよね。45度ぐらいです。はい、はい、真逆なんでちょっと分かり合えないです。うちの SB にですね、サウナのプロがいますので、まだ水に対してすごいなんか冷たいのをなんかすごくおっしゃっておりますので、ちょっとそのプロにですね、あとちょっと聞いて体験していただきたいなっていうのがありますので、そのレポートできたらぜひ上げていきたいと思います。よろしくお願いします。以上、今週のフィットネスニュースでした。